それではですね、4月定例記者会見を始めさせていただきます。年度最初となります龍ケ崎市独自の魅力や話題を皆様それぞれの目線でですね掘り下げていただく令和5年度におきましてもですね、積極的な情報提供を重ねてまいりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。さて、市内のあちこちからですね、大地の息遣いが聞こえてくる時節となってまいりました。鏡のような水田の源、空を埋め尽くさを、周辺を取り巻く緑が絶妙に彩られるその様はですね、春から夏へ移ろいゆく季節を告げてくれます。またですね、ご承知の通り5月8日から新型コロナが5類に移行をいたします。それに伴うさまざまな措置の緩和などにつきましては、各施設部署などにそれぞれの特性や状況に応じた判断となりますが、市民の皆様に混乱の生じないよう適宜対応を今後とも心がけてまいりたいと思っております。本日皆様にお伝えする情報でございますが、まずは私事で恐縮でございますが、すでにプレスリリースでもお流しをしたところでございますが、来週月曜日5月1日から7日までの7日間育児休暇をいただくことになりました。我が子家族と過ごす時間をいつも以上に充実させつつ、私自身にとってもプラスに作用するような1週間としたい、そう願っております。なおこの期間は基本公務にはつきませんが、当然ながら緊急時等への対応については万全を期してまいります。続きまして本日の情報提供に入ります。市政施行70周年記念ロゴマーク募集に関する情報提供でございます。龍ケ崎は令和6年3月20日に市政施行70周年という節目を迎えます。この度ですね、本市の魅力を市内外へ PR するため、記念ロゴマークを募集をさせていただきます。つないだ時を未来へ、スマイル龍ケ崎というテーマをもとにですね、募集するものでございまして、これらは日本国内在住の方であればどなたでも応募ができます。応募方法はインターネットによる応募フォームのほか、応募用紙でも受け付けをいたします。選考を経て、最優秀賞1点、優秀賞3点を決定し、最優秀作品は今後市政施行70周年記念の制作物として活用をしていきます。結果発表は令和5年8月下旬頃に決定する予定でございます。多くの皆様からの応募をお待ちをさせていただきます。70周年の記念事業といたしましては、令和6年3月24日日曜日に記念式典を開催するほか、オリジナル年賀はがき作成事業や、8月にはですね、大相撲地方巡業龍ケ崎場所の開催を予定をしております。現在調整をしております。またですね、6年1月から12月までの1年間を市政施行70周年記念期間と定め、その期間内に実施するイベントは市政施行70周年の冠名をつけて開催をさせていただきます。こちらは詳細が決定次第お知らせする予定でございます。私からの情報提供はひとまず以上でございますが、詳細は担当から説明をさせていただきます。